クドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。得体の知れない不吉な塊が私の心を始終押さえつけていた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか。酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。結果した肺腺カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。何かが私をいたたまれなくさせるのだ。それで始終私は町から町を浮浪し続けていた。レモン、梶井元次郎。時々私は街を歩きながら、ふとそこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような市へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める。私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。願わくばここがいつの間にかその死になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけてゆく。何のことはない。私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前、私の好きであったところは、例えば丸善であった。赤や木の黄土コロンや黄土キニ、洒落た切子細工や天下なロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあった。そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかしここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。その日、私はいつになくその店で買い物をした。というのは、その店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれている。しかし私は、あのレモンが好きだ。レモンイエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの竹の詰まった防水系も。結局、私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。始終私の心を押さえつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱がこれ一つで紛らされる。それにしても心というやつはなんという不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさは例えようもなく良かった。その頃私は肺腺を悪くしていて、いつも体に熱が出た。事実、友達に私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。握っている手のひらから体の内に染み渡っていくようなその冷たさは心よいものだった。私は何度も何度もその果実を鼻に持って行っては嗅いでみた。それの産地だというカリフォルニアが頭に浮かんでくる。そして
深々と胸いっぱいに爽やかな空気を吸い込めば、ついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には、ぬくい血のほとぼりが昇ってきて、なんだか元気が目覚めてきたのだった。私はもう、往来を軽やかな興奮に弾んで、汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがってみたりして、色の反映を測ったり、またこんなことを思ったり。つまりは、この重さなんだな。その重さこそ常々尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さは全ての良いもの、全ての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった懐逆心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり、何がさて私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう。私が最後に立ったのは丸善の前だった。普段あんなに避けていた丸善が、その時の私にはやすやすと入れるように思えた。今日は一つ入ってみてやろう。そして私はずかずか入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にもキセルにも私の心は惹かれることはなかった。憂鬱が立ち込めてくる。私はガボンの棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえいつもに増して力がいるなと思いながら、私は一冊ずつ抜き出しては見る。そして開けては見るのだが、憂鬱な気持ちは全くほぐれない。呪われたことにまた次の一冊を引き出すが、それも同じことだ。それでいて一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには、日頃から大好きだったアングルの橙色の重い本までなお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。私は憂鬱になってしまって、自分が抜いたまま積み重ねた本の群を眺めていた。以前にはあんなに私を引きつけた画集がどうしたことだろう。そうだそうだ、その時私はレモンを思い出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたらどうだろう。そうだ、私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。手当たり次第に画集を積み上げ、また泡立たしく潰し、また泡立たしく築き上げた。新しく引き抜いて付け加えたり取り去ったりした。奇怪な幻想的な城がその度に赤くなったり青くなったりして、やっとそれは出来上がった。そして軽く踊り上がる心を制しながら、その城壁の頂に恐る恐るレモンを据え付けた。見渡すと、そのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまって、カーンとさえ返っていた。私は埃っぽい丸善の中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていると、不意に第二のアイディアが起こった。その奇妙な企みはむしろ私をぎょっとさせた。それをそのままにしておいて、私は何食わぬ顔をして外へ出る。出て行こうかなそうだ、出て行こう。そして私はスタスタ出て行った。変にくすぐったい気持ちが
町の上の私を微笑ませた。丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた機械の悪感が私で、もう10分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたらあの気詰まりな丸善もこっぱみじんだろう。そして私は活動写真の看板が奇妙な趣で街を彩っている峡谷を下っていった。キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。